はい、美術で日本を元気にする進化堂の田中でございます。さてですね、この今日は相田誠の話をしてみたいと思います。相田誠さんは、実は私と同い年ですね、誕生日も同じという偶然なんですね。1965年10月4日ということですね。星占い的には同じ星の下に生まれてますけれども、相田誠さん、僕のことは知らないと思うんですけども、私は勝手に、作品を拝見して同じ世代の作家さんだなというので非常に親近感を覚えています。この方はですね、水間さん、今市ヶ谷にだろうとかな、四ツ谷の方かな、あの辺でやられているような非常に世界的な、ギャラリーである水間さんのギャラに所属しているので、基本的には新作を私どもが使うということは、なかなかないと思います。ですけど、相田誠さんの絵は流通していますので、機会があれば扱ってみたいなと思うところではあります。なんていうかしら、非常にこうオタク的な感じの側面と、あとそれからそうですね、非常に今の美術に対する皮肉とかですね、あらゆる物事に対してどっかこう斜めというのをですね、なんか明日に構えて偉そうに批評するというよりは、思わぬ360度、思わぬ角度から何かを向かって攻撃するとか、あるいは親近感を表明したりとか、すごく面白いいっぱいあるのが相田誠さんの特徴だと思います。相田誠さんの作品ですね、私は正直そんな扱ったことがあるというほどないんですけれども、とても興味深い作家さんですので、機会があればぜひ拝見したいなと思ってます。一時的には水間さんが扱っているものだから、僕らが扱うチャンスそんなにたくさんないと思う。それから作品も、結構多作なはずですけど、あんまりマーケットにまだ出回っているとも言えないですよね。基本的に版画作品がないですから、そんなにしょっちゅうするということではないかと思います。はい、そういうことですね、チャンスがあれば、したいと思いますので、お持ちの方で、手放してみんなという方がいらっしゃいましたら、よければご相談いただければと思います。はい、ありがとうございました。